俳優の吉高由里子さんが、真宙、後の紫式部、役で主演する NHK 大河ドラマ、光る君へ、の5月5日の放送に期待が高まっている。同日の放送は第18回、宙。予告では、過去に結ばれたものの、今は、離れ離れ、になっている吉高さん演じる真宙と、柄本佑さん演じる道長が、二人が結ばれた、海底、のような場所ですれ違うシーンが映し出された。写真特集、吉高由里子×柄本佑過去の、海底ラブシーン、の全貌を一挙公開。真宙と道長は幼い頃、互いに素性を隠しながら打ち解け、心を寄せ合う仲に。真宙の母を殺したのが道長の兄という事実がありがならも、海底で結ばれ、濃厚で美しいラブシーンが書かれた。今では道長には、二人の妻がおり、真宙とは、ソウルメイト、という位置づけ。しかし、第16回で倒れた真宙を道長が看病する姿が書かれていた。SNS では、あの海底で道長と真宙が会っているかのようなシーンが。これは新たなシーンでしょうか？それとも過去のシーンの回想？海底再び、なぜそういう運びになったのかワクワク。どうか悲しい合いびきにはなりませんように、来週二人は再会するのに1ドルかけるは、廃屋で二人再会。といった予想する声が上がった。